ラボール T スマッシャーのフリックです。 T リーグ TV 略して TTV、 本日の試合は12月7日岡山武道館で行われました岡山リベッツ対木下マイスター東京戦でございます。岡山リベッツ、残念ながら前日2対3惜しくも負けてしまいましたが、岡山3連戦の2日目になります。この2日目、強敵木下マイスター戦はどうだったのか、それではどうぞ。1番ダブルスは、前日に続き森園町ペア、木下マイスターが田添健太宇田ペアです。ナイスチキータ。このチキータがやっぱ良かったですね。この宇田選手のチキータがやっぱ効いてるので、なかなか、これ最後の試合、最後の得点ですけども、もう宇田選手がやっぱチキータとスピードのある攻撃でうまいこと相手のリズムを崩して木下ペアが取りました。で、2番が吉田選手対大島選手。この試合なかなか見応えのあるラリーが多かったです。このような下がってからのロビングだとか、観客沸いてましたね。やっぱ大島選手フットワーク早いですね。どんなとこでも飛びついてノータッチっていうのはほとんどないです。で、勝負どころでは今みたいに吉田選手が思い切ってロングサーブを出して得点したのも印象的でした。ありましたね。そのプレーでちょっと勢い乗りましたね。そうですね、第4ゲームでした。結果吉田選手も3対1の勝ちですね。で、3番ワンヤン選手対ダブルスで勝利している宇田選手。実はこの両者の対戦、直近ワールドツアーでやってまして、宇田選手が勝ってるそうなんですよね。だから宇田選手がもう本当に終始思い切ってドライブをもう打ちまくってました。ワンヤン選手が攻撃する隙を与えない、粘って強く、思い切って打ちまくってましたね。ワイアン選手はバックカット変化つけて相手ミスを誘いたいんですが、最後に強気のフリックで、これは宇田選手の強さがずっと見えてた試合でした。そこで4番森園選手対宝永長選手。そして第4マッチ、これ確か9月に対戦した時は森園選手が宝永長選手のカットの変化も全く分からず、もう相手にならないぐらい完敗したんですけども、この試合はなんか試合前聞くと、そのワンヤン選手にアドバイスをもらったりして宝永長対策を考えていたので、1ゲーム目取りました。2ゲーム目も接戦だったんですけども、2ゲーム目惜しくも落としちゃったんですね。これですね、11対10で、ここからはなかなか森戸選手が攻めようとしても宝永長選手のカットに捕まってミスが出ちゃったっていうような試合でしたね。宝永長選手はもう2ゲーム目取ったことによって3、4ゲームが落ち着いて、ナイスボール、キッチンの宝永長選手が勝って3対1で木下マイスター東京が勝ちました。3日間あるうちの2日目、はい、前日夜ラーメン食いしたね。岡山行くとラーメン、そうです、岡山の夜って早いんですよね。もうさ、フリックの夜が深いんだよ、それは。もう11時半行ってもチェーン店かラーメン屋しかやってないんですよ。ラーメンを食って初日終わりました。はい、2日目に備えてましたフリックも会場で試合を見ての印象なんだけど、はいはい、さっきね、VTR 見始める前にも、この日は宇田選手が強かったっていう、まあ、もう感想それだけみたいな感じで言ってたけど、何がそんなにすごいの？ダブルスはやっぱりチキータ、チキータ鋭いですね。やっぱあとはドライブが、森薗選手、町選手、田添選手の打点が速いので、やっぱりスピード感があります。そこで他の3選手よりもちょっと違いを出せるので、それがダブルスの得点に決まるというのかな。やっぱ若さ感じますね。若さ18歳なんで欲しいね、若さの欲しい。深夜まで行っても呼び付け気だもんね。すごいね、ピチピチしますね。宇田選手行かないと思うけど、フリックと違うから。はい、そうか、まあ若さゆえにこうね、日々どんどん成長してるのかなっていう
まあ、森友選手なので、ね、はい、体験とかでもイメージよりも宇田選手良かったという言い方をしてたんです、うん、はい、そこはやっぱり成長を日々してるからね、思いますね、うん、僕自身も TD が沖縄というか徳島に宇田選手出てチェンジアン選手に、うん、まあ、3対1で、まあ、力なちょっと負けちゃったんですけども、この岡山の前の埼玉戦もダブルシングルで2点取ってますし、やっぱりその直前世界ジュニア選手権を経験して、うん、もしかしたらそれで一皮むけたのかな、ね、若い選手はそういうきっかけ、はい、経験でゴロッと良くなるのもあるのかもしれない、ね、そこからダブルシングルで今4連勝中ですからね、うん、これはマイスさんにとっては水谷、丹羽、張本がいない中で宇田選手の成長というのはかなりでかいと思いますね、はい、まあ、岡山はね、連敗になっていますけど、うん、まあ、その中で明るい話題といえば、はい、吉田選手が、うん、岡山では初めて勝ったという勝ち上げてきましたね、はい、非常に負けた中で、まあ、あるものも嬉しそうにしていました、うん、それが印象的でした、はいはい、吉田選手は何が良かった？吉田選手は勝負どころで思い切ってロングサーブ出すっていうのが良かったと思います。だから大島選手もチキータから仕掛けたいっていうところがあったと思うんですけど、そこを思い切ってロングサーブを出してチキータをさせずに吉田選手も特にフォアドライブで攻めるのが良かったと思います。はい、吉田選手の、ね、貴重な勝ちをゲットしたのに、はい、他が勝てず、はい、選手たちがね、はい、勝ち星が噛み合わないみたいな言い方をしてたけどね、誰かが勝った時に、はい、こっちも勝ってればいけるのにみたいなのはね、落としたりとかっていうのがちょっと続いてるみたいで、はい、まあ流れがね、変わる時が来るでしょう、はい、きっと。そうですね、この日も1300人超えるリベツのファンが、はい、来てくださって、リベツファンも一生懸命応援してたんで、きっと勝ってくれるはずだと思っております。はい、なんか負けてる方ビーキになっちゃうね、うん、頑張ってほしくなっちゃう、ね、頑張ってほしいって、まあ、なっちゃいますね。我々の立場はなんかもうどっちにも勝ってほしいみたいな感じなんだけどね。やっぱり正直ホームには勝ってもらいたくて終わった後の雰囲気とか見ると美味しいラーメン食べれないね。はい、では岡山期待しましょう。はい、本日の TTV はここまでです。それではいつものいきたいと思います。スマッシュイン、チャンネル登録よろしくお願いします。新しいグッズも買ってください。お願いします。